橋を渡って左去年の6月か7月くらいの話うちの母方の祖父が死にました通夜と葬式をやるということで親の実家の北海道に行きました当日祖父を神社まで運びその夜はいとこや叔父 おばとみんなでそそここにに泊ままり、ろうそくとと線香の番をすることにしました。みんなで寝る支度をして歯を磨いたり顔を洗ったりしていましたそこは神社なので当然お風呂がなく自分は紙にワックスをつけていたためどうしても流したくなりいっそのこと風呂に入りたいと思っていました神社から 祖母のやっている旅館が歩いて10分から20分くらいのところで、お客さんが泊まっているということもあり、母と祖母と父は旅館に戻っていました。なので、旅館に戻って風呂に入ろうと思い、母に電話をしました。自分は少し霊感が強いのか、子供の時とか幽霊を見たりしたことがあったんで、母に電話すると、あんた危ないわよ。 確かに旅館は近いけどお通夜の日に夜中歩くなんて普通の人でも危ないのにあんた大丈夫なのと言われましたでもなぜかその時は夜中の知らない道を歩くのが怖いとかは全くなくとにかく風呂に入りたいと思い道を聞き行くことにしました今考えればそれもおかしいんです基本的にビビりなんで 誰かいないいななななととそんんん。日に夜中知らない田舎道を歩くなんてことはしませんでもその時はなぜか全く気にせず行きました「神社を出てまっすぐ歩いたら川があるからそこの橋を渡って左にまっすぐ行けばコンビニが見えるからそこからはわかるでしょ?」うと教えてもらいました。 さほど遠くはなく、来る時は車で5分かかるかかからないかくらいの距離でしたが、一応心配だったんで。わかった。まあ、すぐ着くと思うけど、迷ったら電話するから、携帯目の前に置いといて。と言い、電話を切りました。その後、そばにいたいとこ二人とおばに行ってきますと言って、部屋を出て、 別の場所で飲んでいたおじにも行ってきますと言い神社を出ましたこの時はしっかりみんな「はいはい」と言っていましたそしてしっかり携帯を握りしめ神社を出ました神社を出てすぐに暗くて何の施設かは分からなかったんですが大きい建物があり不気味で引き返そうかなと思ったんですが 足は止まらず走っていましたちなみにそこは大通りからちょっと入ったとこなんで街灯はあったんですが薄暗く人通りもないような場所でしたでも心の中で「大丈夫大丈夫」とつぶやきながらまっすぐ走っていきましたすると母の言ってた橋が見えたんでそこを左に曲がりました あとはまっすぐ行けばコンビニがあると思っていたんで全速力で走りましたですがしばらく走っていても全くコンビニが見えません10分以上は走ったと思います母から電話が来て「あんた今どこ迷ってない?」と言われ「り曲がってまっすぐでしょ今走ってる」と言ったら そんな時間かからないはずよ。間違えたんじゃないのと言われ、少し考え、なぜか、うーん、もうちょい行ってみろ。また電話する。と言い切りました。後から考えれば明らかにおかしかったんです。なんせ、車で5分かかるかかかんないかくらいの場所なんで、そこまで走るわけがないんです。しかも、 橋からコンビニなんて走ってもせいぜい5分くらいの場所です。ですがその時はなぜかこっちで合ってる、間違ってるはずがないと思っていました。さらに走っていると歩道の右手に小さいほこらみたいなものがありました。そこをちょっと過ぎると車が全く通りません。そこは北海道の田舎なんで、 車の通りは確かに少ないんですが一応二車線の大通りでしたしそこのほこらを通るまではちょっとは走っていましたしかしそこのほこらを過ぎてしばらく走っても一台も通りません本当に不気味に思えてきましたさらに走っているとでっかい橋がありましたその下は川が通ってるみたいでした 川の音に混じり、笑い声が聞こえてきました。子供が、その橋の下の川で遊んでいるような笑い声です。でも時間は深夜の0時過ぎ。ありえません。その時、やばいと思い、全速力で来た道を戻りました。戻ってるときに気づいたんですが、軽く5キロくらい走っていたんです。 戻る前は全く疲れず、自分の中では15分くらいしか走っていないと思ってたんですが、実は相当走っていて、携帯を見ると時間もかなり経っていました。とにかくやばいと思って、誰かに電話と思い、いとこ、兄、母に電話しました。誰も出てくれません。母にもう一度かけると、出たと思ったら、あ と言って、すぐ切れました。電波が悪いんだなと思い込み、走りながら電話をかけまくりました。すると、さっき見たほこらのところを過ぎたあたりで、やっと電話が通じました。なんで出ないのつか超怖いから、電話出ようよ電波悪いならかけ直してと焦っていたんで、怒鳴るように言いました。すると母は、 電話鳴ってないわよ。目の前にずっとあるけど、着信履歴もなんも、今かかってきたわよ。と言いました。ぞっとしました。さっき出たのは誰てか、なんでこっちでは何回も鳴ってるのに、そっちの携帯、着信履歴すら残ってないのと、いろいろなことが不安になり、母に、 うん、とにかく車、うん、出してお願い大通りのとこまっすぐと言い必死に走りました30分ほど走ってやっと母と祖母を見つけましたあんたどっち行ったの走すぎたら右って言ったでしょと言われました今思い返しても母は左と言っていたと思います そして母に事情を説明すると、あっち山の方よていうか橋まで5キロあるよ途中で気づかなかったの住宅減るのに。あんた呼ばれてたんじゃないのと言われました。本当に呼ばれたかもしれません。というかそんなシャレにならないことを軽く言わないでほしいものです。 ちなみにその後、ビビりつつも風呂に入り、車で送ってもらい神社に戻りました。その後、おばに、あんたはいつ出てったのと言われました。いとこもほばもほじも、誰も俺が出て行ったのを知らなかったんです。でも、俺はちゃんと言ったんです。返事もしっかり聞きました。でもみんな、 いつの間にかいなくなったと言ってましたちなみに兄貴といとこの携帯も着信履歴に自分の名前はありませんでしたそのまま引き返していなかったらどうなったかと思うと今でもゾッとします後日母が「神隠しって案外そういうふうに消えたりするのかもね」 とといてさらにししました別に幽霊を見たとかではありませんでしたが自分は怖かったんで話させていただきました。